久しぶりにヘルメットのレビューをお送りしたいと思います。今回のテーマに選んだのは兜の新型オープンフェイスヘルメットエクシードです。兜さんのご好意で今回は発売間際のこのモデルを借りることができたので、じっくりとその使用感を確認してみたいと思います。それではこのモデルの特徴をざっと映像でご紹介します。はい、いかがだったでしょうか。実は今回かなり早い段階でこのエクシードをカブトさんから借りることができたので、今日の撮影に先立ってテスト走行をしたんですね。そのようなテスト走行を踏まえて、このエクシードを私なりに簡潔にまとめるとするならば、軽量、コンパクト、快適、便利、そういった言葉に集約されるのではないかと思います。でまず今言った軽量コンパクトという点についてですが、まあ、例えばですね、このように後方確認、安全確認などで首を振った時には、アサギよりも一段軽いというふうに多くのライダーがすぐに感じ取れるのではないかと思います。はい、そして快適性についてなんですが、ホールド感が軽くなったというかソフトになったんですよね。かぶっただけでこの耳周りの空間が大きく取られているというのがすぐにわかるんですね。そしてその耳の周りのパッドのホールド感もかなり柔らかいタッチになって、とても着用感が快適ということが言えます。またですね、兜お得意のウェイクスタビライザーが採用されている関係で、高速道路の直進時の安定性というのも相当優れているという印象なんですよね。実際にはですね、このエクシードの場合はちょうどこの後頭部あたりの重さが感じづらくなった、これもおそらくウェイクスタビライザーの効果なのではないかと思います。兜の新作オープンフェイスヘルメットエクシードを着用してワインディングを走り始めました。高速道路上では主にこのエクシードとアサギのホールド感の違いなどについてコメントしてきましたが、若干その部分についてコメントを補足しておくと、このエクシードの方が全体的に内装は柔らかく感じられる、それに伴って着脱もよりやりやすくなっているということで、どちらかといえばこのエクシードの方が普段使いに少し向いているのかなという印象ですね。その一方でアサギの方はしっかりとしたカチッとしたホールド感が得られるということで、高速道路を含むツーリング、
などに関しては浅木の方が若干向いているのかなというような印象がありますね。それではこのエクシードの方がホールド感が悪いのかといえば決してそんなことはなく、どちらかといえばこのエクシードはソフトな内装を全体的に均一に使ってライダーの頭をホールドしているという感じなので、例えば高速道路でツーリングをしたとしてもホールド感が悪いと感じるライダーはまずいないのではないかと思います。限度を超えた突風などを受けた時もこのエクシードはそのソフトな内装でこうヘルメットのグレーを直接ライダーの頭にダイレクトに伝えないように少し逃がしてくれるようなところがあって、トータルとしてはヘルメット全体の安定性が高いというふうに感じられるということもあるのではないかと思います。今回採用されたこの新型のシールド、実はこのリブが設けられていることによって剛性がかなり高まっているんですね。その関係もあって、例えばこのようにシールドを開けた状態からこう締めるとき、最後のこの締めたときに両側のチークパッドがこうグッと締まるような、このシールドを締めることによってホールド性が高まるような、そういった感触があるんですね。これもこのエクシードの快適な着用感につながっているものと思われます。高速道路上のコメントの冒頭で便利さ利便性も大きくアップしているとコメントしましたが、その中でも最も大きく進化しているのがこのインナーサンシェードではないかと思います。このインナーサンシェードの拡大によって、例えば上方向からの日差しはもちろんですが、タンクや路面からの照り返し、そういった下方向からの光の侵入も防いでくれる。それによってですね、今日はご覧の通りとても日差しが強いんですが、眩しさを一切感じることのない快適なツーリングが楽しめています。このエクシードはですね、これまで私が経験したヘルメットの中ではおそらく一番メガネがかけやすいヘルメットなのではないかと思います。このメガネのスリット、このようにグローブをした状態でも人差し指1本入るんじゃないかというぐらい、それぐらい大型のメガネ用のツルを通すスリットとなっているんですね。その関係もあって最近では柔らかめのツルを持つメガネや、もしくはちょっと硬めのフレーム、様々なものが存在しますが、大概どんなメガネであってもこのエクシードであればメガネのツルをスムーズにスルッと通すことができるのではないかと思います。またこのメガネのスリットが大きく設計されているので、例えばメガネをかけたままヘルメットを着用したとしてもメガネのズレが少なくなっているんですね。こういった点もこのエクシードの使いやすさにつながっているのではないかと思います。そして今日は朝からもう数時間このエクシードを着用したまま走り続けているわけですが、率直な印象として耳が疲れないヘルメットだなという印象ですね。どこかの音を遮断しているとかそういう感じではなく、ちょうどこのヘルメットの周りの空気がきれいに流れているというような、そういった印象なんですね。おそらくこれに関しては兜の特許技術ウェイクスタビライザーが効いているということもあるんだと思いますが、それ以外にもこのエクシードではこの新作のシールド、これはですね、かなり面積が縦方向拡大されているんですね。ちょうど私の顎の先端ぐらいまで悠々とカバーしてくれるぐらい、それぐらい長さ高さがあるということで、この下方向からの風の巻き込みが少なくなっているんですね。それともう一つ、このエクシードでは新作のトリムラバーが採用されているんですね。そのトリムラバーには水や風などが侵入しないようにちょっとリップがついているわけですが、そのリップがですね、結構長めに設計されているんですね。それによってこのシールドを下ろした状態ではその縁ゴムとこのシールドがピタッと密着するようになっている。それに伴ってノイズも減っているということなのではないかと思います。で、次にベンチレーションなんですけれども、ちょうど今ですね、日差しがさらに強くなってきたので少し開けてみたいと思います。はい、まずですね、このエクシードのベンチレーションでとてもいいなと思うのは、このシャッターの開け閉めの方向が統一されているんですね。後ろにずらすと開く、そしてこのアウトレットも後ろにずらすと開くということで、例えばヘルメットによってはどっちに操作すれば開くんだっけなとか忘れてしまうようなモデルもありますが、そういった点でもですね、このエクシードはとても操作しやすいベンチレーションになっていると思います。で、今ベンチレーションをインテーク、アウトレットともに全開にして走っているわけですが、聞き方にはちょっと特徴があるようですね。どちらかというと、このインテークからドバドバ空気が入って後ろからバンバン出ていくというよりはですね、このヘルメットの中での空気の流れが少し整理されているかのような、そういった印象がありますね。
まあ、夏場はですね、空気がドバドバ入ってくるようなそういったベンチレーションの方が最初は涼しいと感じることが多いわけですが、実際にはですね、このように効率よく吸って効率よく排出する、こういうベンチレーションの方がヘルメット全体の換気には役立つということが多いわけで、そういったことに気を配った設計になっているのではないかと思います。またライダーの使用状況という点に関しては、昨今ではインカムを使用しているライダーが増えていると思いますが、このエクシードの場合はこのシェルと衝撃吸収ライナーの間に薄いプラスチックの内張りがあるわけですが、その部分がですね、インカムのクリップを挟みやすいようにあえてちょうどこの辺りの部分ですかね、この辺りの部分少し空いているところがあるんですね。まあ、そういったところも目立たない部分ではありますが、このエクシードの大きな特徴、気が利いている部分だと思います。そのインカムのクリップなどを挟むスペースというのはこのヘルメットの左右に設けられているので、まあ、どちらにもインカムをつけやすくなっている、まあ、このあたりも非常に気が利いているポイントだと思います。ちなみにそのインカムなどのクリップを差しやすくなっている場所ですが、それはですね、例えば GoPro などのアクションカムのクリップ式のマウント、そういったものも考慮に入れて設計されているということで、こういったヘルメットにカメラをマウントして走っているライダーも多く見かけますが、そういった昨今のライダーの実際の使用状況をよく研究しているカブトらしい設計だなと思う部分ですね。そして走行している時にはあまり関係ないのかもしれませんが、このエクシードは着脱がやりやすいというのも大きな特徴ではないかと思います。この顎紐の根元と接触する部分のチークパッド、この部分が少し薄く、そしてソフトに作られているんですね。その関係もあって顎紐を持って左右に広げるとき、そういった作業がやりやすくなっているんですね。また当然この部分が薄くソフトに作られているということで、この部分を耳が通りやすいというか通過しやすいようになっているんですね。そういったことからもこのエクシード、とても着脱がやりやすいヘルメットになっています。最後にこのエクシード、気になるポイントというか欠点らしい欠点は見つけることができなかったわけですが、まあ、そんな中でもあえて言うのであれば、昨今では多くのライダーがピンドックシートを装着して走行していると思うので、そのヘルメットの販売価格が若干高くなったとしても標準装備でも良かったのではないかと思います。はい、ということで今日はカブトの新作オープンフェイスヘルメットエクシードをテストしてきました。今回のテストで私が実は最も印象深かったのがこの装着感の良さ、心地よさなんですよね。この大型化されたインナーサンシェードなど分かりやすい特徴に注目するのももちろんいいと思うんですが、販売店で試着テストした時はぜひこのエクシードの装着感の良さ、心地よさにも注目してみていただければと思います。